どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは、黒芝の、チャロくんです。というわけで、チャロくんと一緒にね、今日は質問に答えていきたいと思います。はい、一つ目の質問ですね、可愛い返事の動画でうちのラブラドールにも吠えるのコマンドを教えたいということですね。吠えるのを教えたいんだけども、ただ教えた時に吠え続けて止まんなくなるんじゃないかというのは怖くて教えられませんとね。どのタイミングで吠えるをやめるのコマンドに切り替えていったら良いですかっていうことですね。あはんだよね。はい、というわけで、お答えしていきたいと思います。まずね、吠えることをね教えた時に、もちろんね、あの吠えないワンちゃんに吠えるのを教えた時って、初めて吠えた時の快感じゃないけども、あ、声出すのって気持ちいいねってなると、あーってカラオケにはまるような感覚でね、声出す子っているんですよね。なので吠えないワンちゃんにわざわざ吠えるのを教えるっていうのは、まあ絶対にダメじゃないんですけど、まあもちろんね、そういう可能性がないかって言ったらなきにしもあらずなんですよね。ただもともと吠えちゃう子って、吠えるのを教えたから特別にめちゃめちゃ吠えるようになりましたっていうことはかなり少ないので、まあ教えちゃってもいいのかなっていうことと、あとはね、もう吠えるのをもう覚えたっていうか、ワンって言えるようになってきたら、もう吠えてって言って、ワンワンって、あ、お利口だねお利口だね止めてきながら、静かにって言って、やめられたらいい子ねって褒めてってあげて、もう吠えるのを教えるのとほぼ自分の場合は同時進行で教えてますね。あの、特技として残すとね、結構可愛いので、例えば返事って言ってバーンって言われたりするといいのかなと思うので、まあぜひね、ちょっと吠えちゃう癖がある子だったら、まあラブちゃんっていうことなんで吠えちゃうのかな、きっと教えてあげてみてもいいかもしれませんね。はい、2つ目の質問ですね、7ヶ月のビーグルでトイレはほぼ完璧、ただ稀にトイレを失敗します、どうしたら完璧にできますかっていうことですね。7ヶ月だからまだ体が完全じゃないので、あとビーグルの子ってやっぱ興奮しやすいんですよね。なのでもうちょっとね、あの1歳超えてしっかりしたら平気かなっていうのと、あとやっぱりね、トイレから離れたりとか一瞬目離すっていう時が失敗しやすいので、失敗するタイミングをね、減らしていけるように努力をするとかなりいいのかなと思います。ほぼ完璧にできてるんですよね。もうちょっとです、頑張りましょう。はい、3つ目ですね、ご飯の後に、ご飯をあげた後にすぐにお散歩行っちゃダメだと、獣医さんに言われましたと、3時間は空けてくださいとね、胃粘点も起こす可能性がありますってことですね。まあ胃粘点とか腸粘点とかっていうのたまに聞いたりはするんですけど、まあこれ自体がね、まず皆さんね、分かんない方がどういうものかっていうと、まあ分かりやすく言っちゃうと、胃とか腸とかがグリーンってねじれちゃう、中に物が入っている状態だから、まあ運動したりした時には反動で裏返っちゃうっていうことですね。まずこれに対してね、ちょっとね、なんだろう、自分もね、何とも言い難いところではあるので、とりあえずね、こういうパターンだけは気をつけてっていうのだけ今回話しますね。あの、一回なった子、胃粘点、腸粘点ってこれちょっとなりやすい犬種じゃないけど、まあ、なりやすい子たちがいるので、まあ、一回なっちゃったことがある子は、まあ、一回ねじれるとね、あの折り紙折った後じゃないですけど、癖がついてると、何かの拍子にそこってペコって行きやすくなるんですよね。なので、そういう子の場合は、簡単な運動をしても裏返る可能性があるので、気をつけた方がいいのかなっていうのと、あとご飯。例えばね、ご飯も朝晩であげてます。朝昼晩であげてます。朝一食だけ、夜一食だけドカンってあげてます。どうなのって言ったら、もちろん中が重い方がちょっとした運動でぐるんって裏返る可能性は高いので、上げてる時間帯とか量にもよるかな。なので一食でまとめて上げてますっていう子も、まあちょっと危険性的にはあったりするかなとは思うんですけど、まあ基本的にはね、あの少量ずつ上げてて、うちの場合はね、だいたいご飯上げてから1時間間を空けて、それからね、お散歩だったりとか軽い運動から始めていくっていう感じですかね、流れは。で、あとね、自分の中でこういうのはね、気をつけた方がいいのかなっていうのが、基本的にはまあ小型犬、中型犬はなりにくい、ならないわけじゃないですよ、なりにくくて、で大型犬がやっぱりね、なりやすい傾向にはある。でお散歩とかでもダッシュしたり飛び跳ねたり元気いっぱいでババンっていう動きをする子たちは、何かの衝撃でくるってなりやすい。なので自分の子の性格、ご飯の量、あとはね、その他いろんなことも含めて獣医師さんに相談をしてみて、それでっていうこと本当に心配ならね、多分獣医師さんに相談してもらうのが一番いいのかな。ただ自分の経験上、そうそうないものではあるんだけども、絶対にないかって言ったらないものじゃないんですよ、もちろん。なのできちんとね、自分のワンちゃんと体のことを配慮してあげて、聞いてあげながらね、トレーニングって安全第一で進めていくのがもちろん一番いいと思うので、ぜひね、そんな風にしてワンちゃんの安全健康もカバーしてあげながら、一緒にトレーニングを楽しくやってみたらいかがでしょうか。